どうも、こんにちは、水ギャンです。本日の、動画なんですけれども、その前にですね、昨日、7月24日で、私、水ギャン、30歳の、誕生日になりました。で、ツイッターの方ではですね、昨日、ツイートさせていただいたんですけれども、まあ、YouTube の、視聴者の方々には、まだね、伝えていなかったので、まあ、ここで、ご報告をね、させていただきたいなと思ってます。いや、本当にね、30歳、迎えることが、できてよかったです。いや、これもひとえにですね、まあ、普段から、僕のことを、応援してくれているですね、方々の、おかげで、ございますので、今年30歳になりましたが、本当にね、YouTube もそうだし、ツイキャスもそうだけど、どんどんですね、飛躍、していける、1年になればいいなというふうに、思っております。で、まあ、本日の動画に、入るんですけれども、昨日12時半に、週刊女性というね、週刊誌があるんですけれども、それのこうネット版の方でですね、ある記事が、投稿されました。ヘズマ竜の両親が胸中を吐露。それでも、この地に生きていくしかないというね、タイトルの記事でございます。で、これはですね、週刊女性の、記事を書いている、ライターの方がですね、ヘズマ竜の、これ迷惑 YouTuber ヘズマ竜の、ご両親に直撃をして、で、インタビューを行ったと。で、そのインタビューの、模様をですね、文字にして、で、週刊女性の、これ、プレミアっていうやつかな？プライムか。プライムっていうやつに、載せたという、ことで、ございます。で、こちらの方ですね、まあ、ヤフーニュースにも出てるし、で、あとですね、有料版の方は、そう、雑誌アクセスランキング、これ、ヤフーニュースのね、雑誌アクセスランキングの、国内版の、第1位、そして、無料の方はですね、第2位と、なっています。で、なのでね、まあ、それこそ、まあ、注目が、すごいですね、あるんだな、というふうに、感じました。で、まあ、その、ヘズマ竜の、まあ、お父様なんですけれども、逮捕されるまで、そのヘズマ竜が、YouTuber をやっていたことを知らなかったと、いうことで、ございます。で、ヘズマ竜のお父様としてはね、ヘズマ竜が山口県から東京に上京していたことも聞いていなかったと。で、最近はね、山口県の中で居酒屋のバイトをしながら、で、新しい就職先を探しているという、まあその本人のね、話を、まあ、聞いていたと。で、まあそのヘズマ竜のね、ご両親がヘズマ竜のことを知ったのはね、今回の、逮捕の、まあ、ニュースだったということです。だから、ヘズマ竜が YouTube になったので、迷惑なことをやっているというのは、今回の逮捕のニュースで、で、初めて、まあ、知ったと、いうことですね。で、まあ、最後に、山口県、で、そしてヘズマ竜が実家に、帰ってきたのは、6月の終わりだったと。で、お父様が知る限りね。で、その後、連絡がつかなくなって、で、心配で、そう、警察に相談しようと、していたと、いうことで、ございます。で、何やらですね、そのヘズマ竜は、逮捕された後も、そう、マスクのこう着用というのを、拒んでいたと。で、まあ、警察官もね、感染して、で、移送先の留置所でも、そのコロナにかかった人たちが、続出、してきたということで、ございます。で、ヘズマ竜のお父様ね、いや、すごくですね、まあその、いい方だと思います。すごい真面目な方なんだな、というような、その、ことが、伺えるですね、コメントがありました。これだけ人様に迷惑をかけた、実家が特定されていたずら被害に遭うかもしれないと。隣、近所や職場には、あれはうちの息子ですと、謝罪して回ったらしいです。で、ヘズマ竜が、逮捕されてから、ね、その報道されて、10日過ぎた。で、今もね、職場復帰が、できていないということで、でもね、まあ、引っ越しを、するわけにもいかないで、ね、
この、土地、だ山口県にね、根を張って生きていくしか生きる術はないと、いうこと、だったみたいです。で、正直ね、僕ね、まあ、こうやって、まあ、まじまじとね、この週刊誌のその記事に関しては、まあ、読ませていただいたんですけれども、これについてはですね、まあ、一言、ね、言いたいことがある。正直、ヘズマリュウがね、今、アクセスを稼げたりとか、で、なおかつ、ね、ネットの中で注目を浴びている。ね、そのことは、ね、週刊誌の人たちもね、わかってる。で、その上で、まあ、こういう記事をね、書いたと思うんだけれども、まあ、その、俺の中ではね、正直、両親に対するインタビューは、ちょっとやりすぎなんじゃねえかなっていうふうに思うのね。で、なぜかっていうとさ、まあ、ヘズマリュウは、まあ、その、今回ね、まあ、起こした事件は、まあ、窃盗。で、かつ、まあ、その、ね、逮捕されて新型コロナウイルスの感染が発覚して、で、ヘズマリュウに関わった人たちが、まあ、数名、新型コロナウイルスに、まあ、感染したということですよ。で、それなのになんか実家までわざわざね、こう、ライターさんであったりとか、編集部の人が、まあ、追っかけて行って、で、こうやって取材やる意味って、正直あんのかなっていうふうに思うんだよね。で、ついこの間もさ、三浦春馬さんが、で、お亡くなりになったじゃないですか。その後にですね、こう週刊誌の記者であったりとかが、ね、三浦春馬さんの実家まで、ね、わざわざ押しかけて、で、実家の様子を伝えたりとか、あと三浦春馬さんのね、そのご両親のこと、で、そういうプライベートなこととかも記事にこう書き立てたりとかして、で、ネット上で炎上してたじゃないですか。で、正直ね、ヘズマリュウっていうのはさ、もう成人してるわけよ。だから、自分でやったことっていうのは自分で責任を取らなきゃいけない。もうそういう立場なわけじゃない。で、ご両親が別に何かね、問題を起こしていたりとかしたわけじゃないし、で、ご両親自身は YouTube をやってたこととか正直知らないよ。ね。知らないって言ってるわけでさ。ね。なのに、なんかそのご両親のことまでこうやってね、晒し上げるような、そのメディアのその報道姿勢っていうのはいかがなものかと思うよね。だってヘズマってもう成人してるわけだから自分のね、責任は自分で負えるわけじゃない。で、家族が全く関係ないかって言われたら、ね。関係はあるかもしれない。ちょびっとは関係あるかもしれないけど、別にご家族はさ、事件に関与してたわけじゃないし、で、ヘズマの YouTube の行動行為に関して、何かその関係してたわけじゃない。普通に山口県っていう地元でね、こうやってつつましくこう生活をしてたわけじゃない。なんでそういうね、なんか平穏な生活をね、まあ、そのヘズマと、まあ、一緒にね、なって。で、週刊誌の記者まで、その荒らしに行くんだという、まあ、話ですよ。で、まあ、正直ね、僕はね、まあ、ヘズマのことだけを報道するのであれば、正直マスメディアもこれは公益性があると思うし、これしょうがないな、というふうに思う部分も、まあ、あったりとかするんだよね。まあ、けれども、ご両親に、こう、直撃をするようなことは、ちょっとやりすぎだと思うし、これに関しては、まあ、ありえないことだなって。いうふうに思ってます。まあ僕自身もね、こうやってまあヘズマのことを取り上げることによって、いやまたヘズマか。お前ヘズマ大好きだな。ヘズマのこと使ってお前お金稼いでんだなって言われるかもしれないんだけど、正直ね、こう連日のようにこうヘズマにこう関するこうニュースがまあ出てくるわけで、で僕自身もね、やっぱね、こう取り上げなきゃいけないかなと、ね思って、まあ取り上げてるところもあります。で、本当にまあ取り上げたいこととかもね、やっぱりいっぱいあるんですけれども、なんだかんだやっぱヘズマのことに関しては、すごいまあインパクトが、こうまだあるので、こうやってまあ YouTube 上で取り上げさせてもらってます。で、まあ正直ね、まあそのヘズマのことを取り上げれば、こうやってなんかね、僕含めてその他の YouTuber さんとかもヘズマのことをチヤホヤしてると。で、あいつにとって一番聞くのはこう誰もね、こう取り上げないで、で、あいつをね、有名にさせてやらないことだ。あいつに注目をね、浴びさせないことなんだって思う人もいるかもしれないけど、でもさ、正直さ、僕思うのが、ね、別に僕らが取り上げなくたって、どうせメディアが取り上げるわけだし、で、いろんな人たちがこうやって、まあ、取り上げたりとかするわけよ。なので、一 YouTuber に、ああだのこうだのこう言ってきたところで、あんまり意味がないですよっていう話。
で、正直こういう YouTube よりもやっぱり一番インパクトがあるのって、こうテレビメディアであったりとか、あとはね、そう出版社とかだとまだまだ思うんで、で、ヘズマのことを有名にするなって言いたい人たちは、まあ正直ね、テレビとか、そういうね、あと雑誌を出版してる出版社とかに、まあクレームを先にするのが僕は筋なんじゃないかなというふうに思ってます。やっぱなんかヘズマのこのね、ご両親へのインタビューは正直僕は週刊誌やりすぎだと思うんで、まあこういうね、話はね、ほんとしたいなと思って、まあ今回の動画を、撮らせていただきました。まあということでですね、本日の動画見てくださってありがとうございました。以上、ミズニャンでした。